ごい急激に下がってる。急激にここだけ。誰かいますか？何人いますか？オカルト部、イエイ。ちょっと今回は廃墟に来ておりまして、そこであれを試していけたらなと思います。なるほど、はい、声が聞こえるあれですね。あれです。ではお出ししたいと思います。こちらです。幽霊と交信するときに用いることができるスピリットボックス。幽霊と交信できるんですか？そう、喋ったりできるんじゃない？幽霊と？幽霊と。海外の、その、うん、ゴーストハントされてる方々で、はいはい、なんかこのスピリットボックスを使われてる方がいらっしゃるとか。すごい。そう。今ここに、ここでは、うん、その喋る霊がいないだけかもしれない、うん、やっと使い方が分かりましたので、はい、オカルト部の動画のコメント欄を見てたら、はい、なんか話しかけると返事が返ってくるよみたいな感じで書いてたから、うん、そうそうそう、この前私たち話しかけもせずにたださ、うん、ただ声が入るのかと待ってたから、はい、今日は積極的に話しかけていきたいなと思います。やっていきましょう。はい。ココモが一人でこの前耐久30分ぐらい耐久していたあの部屋にいてみたいと思います。鏡張りの部屋ですね。そうだね。あ、こんなのあったっけ？うん、あった。あったか。じゃあまずは、パワーして、まずこれ伸ばしましょうね。この受信のね、これ。で、こうたまにラジオの音を聞き取ったりするじゃないですか。その音を使って私たちに何かを伝えようとしてくるそうなので、この状態で話しかけていきましょう。はい。え、その前に一ついいですか？どうぞ。え、藤間さん喋りました？今？え、これ始まったぐらいです。何も言ってないです。え、女の人の声聞こえた？結構はっきり。この中からじゃない？え、そっち？嘘。あ、上の声、鏡の方だよね。うん、わかんない。マイクの向きがあっちじゃないから入ってないかもしれないけど、うん、結構聞こえたから小島さんの最初声かなと思ったけど、喋ってない。喋ってないですね。私も聞こえてなかった。なるほどです。じゃちょっとここで話しかけてみましょう。もしかしたら質問するか。こんにちは。こんばんは。こんにちは。こんばんは。どなたですか？何してますか？米嵐です。ココモです。なんか聞こえそうだけど聞き取れないね。で、これね、温度も検知できるそうなので、ちょっと温度の変化を見ていきたい。お願いします。その間もなんか聞いてみます。うん、あなたは誰ですか？何人いますか？たくさんいます。ビジネスって言ってない？あ、でもたくさんいますって聞こえてたら、もう何人いますか？ちょっと他の部屋行ってもいろいろ見てみますか？そうですね、ずっとここにいてもあれなんで。そうですね。ちなみに温度の変化確かめてみたんですけど、ここでは特に変化がなさそうです。気になるけれど、ちょっと他の部屋も見ていきますか。はい。はい。行きましょう。じゃあ行きましょう。ここはあの、クマスプレーの部屋ですね。クマスプレーの部屋。はい。あの、ここ危ない部屋。そうだね。マスクですね。動物になるからって。そうだね。やっていきますか。はい。お願いします。女性ですか？男性ですか？久しぶり、怖いな。怖い。あれだよ、誰か話してんのかな？これ会った記憶ある？これ。いや、あの石なかったですよね、っていうか。石っていうか、その石の手前のこの
ライト。あ、あったっけ、なかった。伝統みたいな。前のオカルト部の時も映ってたぐらいなんで、入る人は。10月31日の映像でございます。ハロウィーンだね。5時50分だからやっぱりね、めっちゃ動かされてる。もう10月31日の5時48分頃から撮れたのにね。いっぱいいるんじゃないですかね。あ、そう、まあそうだな。あ、高くなってますね。あ、高くなってる。うん、赤くチカチカしてるのが。本当だ、赤い。私の後ろ何人。それは何の合図なんですか、こんなに効いてない。こんなの温度を上がってる時にですね。怖っ。あーみたいな。それ何、わかんない。え、多分これあったかい温度が、暖かいのを示してるけど、こんなになるもんでしたっけ。コジがテストした時はどう、こんななった。温度を感知するところが機械の上にあるんですけど、はい、そこを手で押さえたりするとさっきみたいになる。そういう感じでピッピになってます。触ってない、触ってない。あ、じゃあ別にお米の手が暖かくなってるから反応してるわけじゃないんだ。もっとその先端のとこなんだもんね。ここにありますね。聞こえない。そうですね、ここは変化の温度とノイズがすごかったぐらい、ノイズしか聞こえないぐらいですかね。まあそんな感じのお部屋でした。はい、じゃあちょっと次も行きましょうか。ここやばい、ここめっちゃ鳴る。それは何、あったかい。また温まってるの。本当に手冷たいの私今、マジで。もうこれがどんな何度の差で反応してるのかわからないけども。まあ、ちょっと管理棟に行ってみますか。管理棟は何があった場所ですか。ココモが、はい、声を聞いてたよね。はい、思いっきり声聞いたし、カメラにも入ってましたね。そうですね、メンバー限定に動画が上がってるので、はい、まあ、よければ見ていただければ分かると思うんですけど、すごい急激に下がってる。急激にここだけ反応いってるわ。管理棟の方が寒いのかな。かな。こんにちは。めっちゃ怖い。めっちゃ怖いよ。ここに私が立って、私がこの手前にいたんだよね。そう。私こっちから声聞こえたの。でも、うん、カメラの的にはすごいカメラの近くから聞こえてる感じがしたんですけど、うん、後ろの方だったよね、カメラの後ろとかって。ほんと近く。でもこっちから私聞こえた感じが。あ、どっち下がった。下がってる。下がってる。だって寒いもん、ここ。この前動画で話してくれた人はいますか。そうですね、ごめんなさい、一回ここ一階をぐるっと回ります。そうしますか。はい、ちょっとね、ここ危ないかも。あ、床が、あ、抜けそうだね、うん、ちょっとそこ危ないね、やめよう。でも一瞬ここが青くなったわ。下がったね。うん、気温がピピピッみたいな。あら、一瞬なんだよね。気づいたら止まっちゃう。あ、はいはい。なんか言ってたね、今。今なんか言ってたね。はいはいみたいな。何人ですか。やばいって。けど何人ってそんな重要なの。なんか幽霊ってその声で示せない時って音で示してくるんです。はいの時は1回、家の時は2回みたいな。何人いますかって聞いたらババババババって壁を叩かれるみたいな、うん、っていう怖い話があって、ちょっとそれで、そう、いっぱいいるのを示してほしいなと思って聞いてます。なるほど。はい。でちょっと次の部屋に行きましょうか。はい、次、あの向こうさんと怖い話をしたお部屋に行きたいと思います。バケタンがめっちゃ赤になった部屋です。なるほどなるほど。そうです。私の家は林に囲まれ、近く。バケタン。うわ、やばいな。うわ。お父
さんが帰ってきました。すると、よう、これ家の前にです。おお、結構こんな頻度で赤くなることないですよね。2回はないな。すごいね、すごいよ。あ、待って待って、ピーチ鳴ってるけど温度がないです。温度が教えてくれてない。あ、あ、やっと教えてくれた。すごくない？びっくりしちゃった今ね。ここ異常だよ。ものすごい勢いで下がってるよ、うん、誰かいますか？これはもういます。反応してる。うわーみたいな言ってる。いるって聞こえた。いるって言ってんのか。じゃあ、うん、男の方ですか？いや、ピーってなったらはいってことなの。あなた勝手にそうしてるけど。確かに違いますね、これ気温だわ。ちょっと聞くね。女性でお願いします。女性の方ですか？反応ないんで。大人ですか？近い。さっきココモが大人ですかって言った時にはいみたいなことが聞こえた気がするんです。はい、みたいな。大人ですか？近い。いるのはいるんだけどちょっと聞き取れない。多分次のお部屋が最後なんですけど、あの私たちが拠点にしていた106の部屋にちょっと参りたいと思います。下がってるね。そうだね。誰かいますか？風呂場とかトイレ見てないから、そこでもちょっと見ますか。そうしますか。誰かいますか？何人いますか？毎回誰がいますかに答えてくれないのに、何人いますかっていう質問がおかしいと思うんですけど。確かに、それは違いますね、質問。こんばんは。誰かいますか？ここは全然反応しないわ。誰もいませんかは絶対反応しないです。それそうだな。いませんなんて言うことないもんな、だって。はい、ということで5つの部屋を回ってきましたね、うん、はい。最初の部屋はめちゃくちゃ暖かい温度を示してましたけれど、何かこう聞こえたって感じではないよね。ノイズがすごい細切れに何かを伝えてるような気はしたけど聞き取れませんでした。管理棟がまあ一番スピリットボックスが反応してる回数が多かったのかなって思いました、うん、そうだね。そう、確かに声とかもちゃんと聞き取って、ココモが前に聞いてたような声だったかは分からないけれど、何かしらの反応を得ることができました。でまあね、このスピリットボックス購入しましたので、他の心霊スポットに行けた際はちょっと使っていけたらなと思っております。私たちは感じ取れなかったんですけども、皆さん何か見えたよ聞こえたよとかはぜひコメント欄によろしくお願いします。はい、ということで本日は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。今誰か喋りました？絶対カメラに入ってると思う。だってすっごい聞こえたもん。鏡に映るお米ちゃんが怖いんだよ。嘘、そんな映ってる？いや、なんか違う動きしたらどうしようみたいな。めっちゃ怖い。ここのさ、多分これが反射してあっちに映ってるんだけど。そういうことか。違う動きしたら怖いなと思って。ある意味合わせ鏡だからね、ここね。そう、そうだよ。めちゃくちゃ怖いわ。